今日を世の乙女を癒す日とする。みなゆっくり休んでゆけ。癒すと言ってもお湯しかないのね。まああなたなら仕方ないのかしら。姫巫女殿、どうだろう、あまり立派ではないかもしれないな。そんなことはありません。間近で見るととっても大きくてふわっと柔らかそうです。まじまじ見られるとちょっと照れるな。でも少しくらいなら触っても大丈夫だぞ。羨ましいです。何を食べるとこんなに大きくなるんでしょう。これは一体何の話を。怒りに任せて暴れてみるかい。勝機を生むかもしれないよ。お前の強さ何のために誰のためにある。みんなかけろ。奴の屍を踏み越えて。はい、いいか、俺たちをバカにしていいのはうちの女衆だけだ。己、いたずらに武勇を誇り私に井伊家に婿入りしようという魂胆か。やれやれ、しつけがなっていないようだ。ご神託がありました。あなたは嵐を呼ぶ雲であると。だからズババババババーッと振り払っちゃいますよ。あれれ、あなたもこのふわっと大きな虎さんを見に来たんですか。虎のことでしたか。確かにご立派ですな。しなやかで可愛いメストラだろ。よし、特別だ。私の愛子と戯れても構わないぞ。ほら、思ったより滑らか。いいお湯じゃない。安心したまえ。この国の未来は豊臣がしっかり導くよ。姫巫女殿、弱みの後はぜひ私の占いも。いいですよ。僕をイラつかせるんだ。来ました。ジャブーンとお風呂いただきますね。孫一殿、どうかこの手で直接そのそれを。他人に触れられるのは苦手だが、まあ構わない。減るものではないが優しくね。おお、これが男どもを虜にする孫一殿の。こら、少し乱暴だぜ。撫で回される方の身にもなってみろ。これは失礼を。ついこの感触を手に焼き付けねば。おなご同士で一体な何が。入っても大丈夫でござろうか。我らの未来は我らが選び、あまたの戦場を切り開く。それが最下の生き様だ。なんだ、お前もこの砲台に興味があるのか。
せっかく珍しい武器を試していたのに邪魔が入ったか。そ、最下級の砲台の話でしたか。戦車はてっきり、いや、はぁ、いいのに、ちょっとほてってきたわ。お前の力は我らの互角、それ以上だ。ちくしょう、こないだ稽古でしごかれたんだ。それに比べりゃなんてことないぜ。人間の英雄、あいつらは乙女の敵だ。締め出してやる。了解です。どれ、一つ引っ付けてあげようか。せっかく来たんだ、少し温まって油とすすを落としていくか。何を気としようとも半兵衛様を欺けはしない。お前たちはまだまだ乙女の武器を分かってないわ。私が見てやる。女同士なんだ。ほら、遠慮するな。ナオトラ様、こんな場所で晒すのは乙女としてはしたないことだと思うのですが。私相手に恥ずかしがっていてどうする。時には大胆に。ほら、胸を張ってもっと上向きに。はい、ほら、無駄に揺らすな。美しく見せたいならまず背筋を伸ばして姿勢を正せ。拙者、叱ってこの門の先に興味などありませんが。急ぎ突破いたしましょうぞ。どうしたなでしこたち、もっとしっかり振れ。なぎなたは乙女の武器、それで男どもを打ちのめすんだ。やはりなぎなたの稽古でしたか。まさしく、はい、拙者の読み通り。この先、ナオトラ様の命により通すわけにはいきません。相手方を見くびるな。私たちが出る。忍んで会いに来るなら、もっと静かにお願いね。男がのさばり、涙するのは乙女ばかり。国の行く末、もはや男などに任せておけない。私は直虎、誰よりもひたむきなる虎だ。お前のような何食わぬ顔の男が一番怪しい。女風呂は断じて覗かせない。アリアが入浴中だ。話し相手が欲しいところね。誰でもいいからいらっしゃい。明日ないぞマリア、もっと乙女のつつましさをわきまえろ。あら、なんだかちょっと納得いかないわね。お前ほどの強さがあいつにあったなら。踏み込むとはハレンチな。乙女にとって憩いの時の大切さがわからないのか。豊臣に無限の夢は誰もが叶えられるわけだ。
できるだけ数を減らしておかないとね。僕の体が動いている間に僕は死ねないんだ。約束があるからね。そもそも男勝りなどという言葉自体が不可思議なんだ。そうだろ。お前どこを見ている。だから男はそこに直れ。ハンブレス豊臣に無限の栄華。生き急いでおるように見える。この続きを見ようか。この装束少しきつくなってきたか。あなたもまたわらわが欲しくて手を伸ばすのね。でもどうかしら。あなたはわらわを奪うにふさわしい。私としたことが乙女の憩いを危険にさらすと。いいお湯だった。気分がいいから一差し舞いを見せてあげようかしら。マリアもこの人の良さを認めたようだな。少し急ごう。あまり時間がない。奏でよう君の意を狩る狐。からかしづくか、我らにひざまずかせられるか、どちらでもいいわ。選ばせてあげる。貴様の顔とな、覚えたからな。あなたのわらわを求める思い、とても嬉しいわ。秀吉の夢を実現させることが僕の夢であり役割だ。また少し汗かいちゃった。今度の湯船はどこがいいかしら。まだ時間はある。もうすぐ君と僕の夢が叶うんだ。秀吉。